バカにする気頑張って作ったのに、インク使いすぎって上官に怒られちゃったのよ。かわいい。最初に泣いてた理由はそれか。上官。溶鉄止まる風車実況プレイやっていきます。前回初めてやって、なんでコントローラー握ってんだ俺は。マウスでやるんだこのゲームは。このねメインモードを進めていって12日目だね。ちょっと途中11日目、10日間終わった時点でなんかイベントみたいなのが挟まったんだけど、基本的にこのゲームはもうずっとこの画面なのかな。ひたすらにね門を毎日守っていく。もう社畜となり果てて、社畜じゃないな、国家の犬となり果てて、門を守り続けて、ちゃんと守れれば給料が支払われるという、そういうシステムのゲームです。シンプル。女の子も可愛い。なんだ、ああもう残り少ないってことか。あでもやばいぞ、ちょここ貯金しとこうか。アサルトライフル10円だから今日2円手に入って、なんかやばい気がするな。大丈夫か。とりあえずちょっと今日は貯金しよう。ちゃんと働きなさい。わかりました。いやいいなあのお姉さん。よし撃つぞ。 OK ナイス。でリロード、ちょっとリロードのタイミングがあるのが若干痛い。リロードがね結構ネックなんだよね。で今日は4円入った。 OK いいね。これでギリだけど武器が壊れる前にアサルトライフルを変える。買い替えよう、新品のアサルトライフル。でね前回実は動画を撮って、まあ初めての動画だからちょっとちゃんと撮れてるかなって見返してる時に気づいたんだけど、操作方法にねリロードボタンがちゃんとあった。だからリロードするタイミングも重要なんじゃないかなって実は今ちょっと思い出してきてます。ライフル兵か、誰が強いんだろう。今いるやつはサブマシンガン兵なんだよね。こいつはまあ地上に対してめっちゃ強いんだけど、できれば空中の敵を撃ち落とすやつが欲しいんだよな。んー連射力か攻撃力か。攻撃力もう相当あるから連射力上げていこっか。もうちょい貯めた方がいいのかな。おい早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 い。うなんだ自爆してくる。これは結構やばいぞ。俺が空中をやる、お前は地上やれ。 OK よし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 。いやこいつは結構強い。特攻してくるな。あでも安定してきた安定してきた。基本給はどんどん増えていくけど、税金は増えてないからいい感じだ。あライフル兵ね、どっちかっていうと見た目の好み的には今いるサブマシンガン兵ちゃんの方が可愛いと思うんだよね。リロード速度上げてみるか。結構リロード重要な気がする。であとはポイントポイントでちゃんとリロードしてこう。こうやって敵をある程度倒してちょっと暇になったらここでリロード、 R ボタン、よし OK いいね。でこういうタイミングで R ボタン、よしよし。今のはノーダメージで守れたんじゃないか。まあ給料もどんどん上がっていきますと。なんかね 50% 以下になっちゃうとここの門が給料から天引きされちゃうみたいな、とんでもないこと言ってたからね。バリケード張ってみるか。スペースキーで配置は、まあ一回やってみようか。バリケードここら辺に張れる、こうやって。あ張れる張れる。あはははは。でも空中の敵には効かないのか。あーなるほどね。いやバリケードいまいちな気がするぞ。なんかバリケード突破されたときに相当こう一気になだれ込んでくるから逆にあんま良くないんじゃないかな。バリケード17円、相当溜まってきた。この出てくるカードは毎回ランダムなのかね。おっと危ない、よし OK。 さあやるぜサブマシンガンちゃん。やばい、なんかボロボロ言われてる。癖になりそう。マガジンを交換、わかった。 お前が交換している間俺が守る。やばい、よっしゃ。ボス的なやつが出てきやがった。いよいよ前線の兵は何してるんだ、あんなやつ通してくるなんて。弾速アップ、あ今んとこ弾丸速度ゼロだから
弱いやつを上げていくのがいいのかな、それとも強いやつをどんどん強くしていくのがいいのか、なんともちょっとわからん。ここでリロード、よし、いや、いいタイミングでリロードできたんじゃない。右下の緑とか青は何なんだろう。というか実はそれ以上に気になってることがあって、なんだこれ、パレット、自分のライフみたいなものはないのかなってちょっと思ってんだけど、一回ちょっと試してみるかな。そんなことして死んじゃったらやだな。まあいっか。じゃあタレット買おうか。空中の敵に対してちょっと私弱いから、これで空中の敵を勝手に倒してくれるみたいだから、これ1個買っとこうか。で、お、なんだ、おめでとうございます。本日から給与より介護保険料を控除させていただきます。国家サービスのため必要な税です。よく働き税を納めましょう。おい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 、いい加減にしろ。あ、タレットやばい。自分が前線に出て、あ、自分は食らわない。いやいやいや、食らってるか。大丈夫か、大丈夫なのか。これはあれかな、このマルーシャちゃん自体はダメージを食らわないのかな。おい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 、10万円相当介護保険料でかい。これは一体どう使われているのか気になる、国民としては。やっぱりおしおし、あ、サブマシンガンか、機関銃サブマシンガン。はー、サブマシンガン兵がいるから機関銃一回買ってみようか。いろいろちょっと試してみたい。本当はもうちょっと耐久度が減ってから買ってもいいんだけど。で、お楽しみの、宿舎タイム。あれ、なんだか部屋が綺麗になっているような。あ、掃除してくれたのかな。ベルカありがとう。ベルカっていうのが一緒に住んでるルームメイトかな。あ、これがベルカちゃん。いや、かわいいな。ふん、汚い部屋だったから耐えられなくて掃除しただけよ。あんたのダメじゃないわ。うん。あれ、ここに置いてあった財布知らない？え、まとめて捨てちゃったけど。焦ってるね。おっちょこちょいかな。あらら。まあ、いっか。え、いいの？うん。監督官の忘れ物だったからね。この宿舎パートはあれなんだね。ちょっとギャグっぽい雰囲気があっていいね。ちょうど。なんか落ち着くわ。今日は炭鉱で働く男性の紹介です。納税と生活のため1日18時間一生懸命働いています。あー、ベルカちゃんは何して働いてんの？なんかそういうお店で働いてんの？だったらちょっと私も行けるお店かしら、それは。ね、いいのかしらね。ということで、配給機でランダムパラメータアップ、冷蔵庫でマガジンサイズアップ、あるいはなんか、まあ、シャワーして集団性リロード速度アップなんだけど、まあ、前回ね、シャワー浴びて集団性とリロード速度アップしたから、まあ、今回は配給機か冷蔵庫をやってみようかなと思うんだけど、シャワーね、2回目浴びたらなんかもっとパワーアップするんじゃないかなと思ってシャワー浴びます。おい、ここでなんかこうスペシャルコマンドないのか。シャワーのシーンはないんだよな。設定でなんかそういうシーンがちゃんと出るような設定とかできないのかな。やっぱりこれシャワー浴びると本当に配給機と冷蔵庫ちゃんと使えないんだね。しっかりちゃんとなってんな、これ。ゲーム性がちゃんとできている。当たり前か。もうちょっとなんかこうないの、イベントが。もうちょいなんか濃いめのイベントがあっても良さそうなもんだけど。あ、私ちょっとおしっこしたくなっちゃったみたいな、そういうのないのかな。これあれだね、完全に独裁国家の雰囲気が漂ってますね。まあ独裁国家というかディストピアらしいから、確かにね、これ見るともう相当未来のお話というか、なんかあれだもん、ね、もう攻めてきてるのがそもそもこのロボットだからな。よっぽど未来のお話なんだろうね。あー、やばい、弾切れ、まずい。俺も弾切れ、よし。あー、マガジンサイズは相当あるね。70、85だからあんまり弾切れはもう気にしなくていいんだろうけど、
サブマシンガン兵か。レベルアップはどれぐらい効くのか。あ、違う違う、今俺手に入れてんのあれだ、なんか前回購入して変えたからなんだっけ、機関銃になってんのか。機関銃か。まあこの速射力アップしようか。あー、こういう系か。確かになんかアサルトライフルと比べるとあれかな、マガジンがかなり増えた。85発まで入るマガジンついてるってことはそういうメリットかな。リロードしなくていいよみたいな。リロードはでもな、なんか別に結構リロード速度まあ遅いかな。ショットガンにしてみるかな。あ、でもこれ買えないか。機関銃兵か。なんか機関銃あんまり好きじゃないな。ちょっと変えたくなってきた。まあでももったいないからな。耐久度がなくなるぐらいのタイミングで買うのが多分一番いいと思うから、次は全然もう機関銃と違うやつにしよう。一番まずいのは多分耐久度がなくなるタイミングで何も持ってないっていう状態になるとまずいから。防衛対象の防御力ってなんだろう。防衛対象ってこの門じゃないの。まあいいか、あげるか。4になった。まあこれでガチガチになるってことね、とにかく。よし。あ、まあでもリロードしなくていいっつうのは結構強いか。確かに。あんまりこうタイミング考えずに撃ちまくれるから、そういう意味では悪くない。いや、介護保険料高えな。サブマシンガン兵ちゃん、パワーアップするかな。あー、でも介護保険が高いこの状態において貯金しなくて大丈夫か。次の武器変えるか。ちょっとここは貯金しよう。よし、リロードの必要はない。撃ちまくればいい。撃ちまくれ撃ちまくれ。いや、爽快爽快、かなり爽快で、地上はサブマシンガン兵ちゃんに任せて、なるべく空中の敵を俺がやる。よしよし、頼む。俺が上のやつを。よっしゃ。時間はね、結構かかってもいいから、倒すまでの時間はあんま重要じゃないはずだから。あー、ショットガン、サブマシンガン兵ちゃん、19円のお金か。あー、いや、ここ一回耐えだな。サブマシンガンあれした方が良かったかな。あ、これは強いぞ、相当。この空中を飛んでくるやつが結構前回リロードタイミングでボンにぶつかってきて苦戦させられたけど、今回はいいね。いや、いいんじゃない。わかんないけど、おそらく結構上がってるような気もする。まあ頑張ったでしょ、かなり。あ、これで6になるんだ。なんかクリアできそうじゃない。言い過ぎかな。相当余裕が出てきた気がしたけど、まあ弾速上げるか。じゃあこれでもまだ22円残ってるもんね。よしよしよし、いいぞ。いや、うまいんじゃないか俺このゲーム。ひょっとしてかなり才能があるのかもしれない。溶鉄の丸風車の申し子。サブマシンガンか。いや、ちょっとなんか上級なんちゃらっていうのが出てきてるから、せっかく金あるなら上級なんちゃら欲しいんだよな。よし、撃て撃て。よし、地上は任せるぞ。よし、地上は任せた、お前に。やったぜ。おお、9万円、だいぶ上がってきたな、給料が。よし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 。あ、敵を切り刻むノコギリを、何の音これ。あ、耐久力がないってことね。じゃあショットガンにするか。ちょっと冒険だけどね、これ9発しか入んないのか。いや、でも相当強いなこれ。あ、いや、リロードも早い。いいいい、それはいいんじゃない逆に。よしよしよし。いや、いいぞいいぞ。いや、ショットガンいいと思う。リロードのタイミングは気をつけなきゃいけないけど、逆にリロ、あ、お金が欲しい。あ、これはいらんな今。いや、でもリロード速度上げて、俺がリロードのタイミング間違えさえしなければ。おっと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 、所得が一定以下の国民を対象に本日
より給与から国民税を控除させていただきます。勤勉な国民の皆様、労働に期待しております。これからもより多くの税を納めるようにいたしましょう。所得が一定以下の国民を対象にどういうこと一定以上じゃないの、一定以下なの、それはひどいね。だいぶ、あ、今あれか、リロードタイミングだったか。ここリロード、よし、リロード、ナイス。いやー、いいよ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 、ノーダメージじゃない。1円1円定給国民税は、私が定給だというの。対空タレットだね、これはもう一択だな。あ、マガジン容量でもよかったか。あ、で宿舎か。もう結構経ったの。あ、上司来た。丸風車入るわよ。監査官お疲れ様です。ってなんで涙目なんですか、監査官。うるさい、泣いてない。これから10日間敵からの猛攻が予想されると連絡があった。これまで以上に厳しい戦いになるわ。自分の能力だけでなく門の防御や仲間の強化もしっかり行って挑むのよ。強化方法は理解しているかしら。いや、手取り足取り教えてください。門は強化カードを購入することで最大レベル6まで、うん、仲間は雇っている仲間と同じ名前のカードを購入することで最大レベル3まで強化できる。ん？仲間ベルカって書いてる、これ。今俺ただのサブマシンガン兵だけど。現在の仲間のレベルはカード購入の際左下で確認できるわ。この同じ宿舎にいるベルカも一緒に戦ってくれることがあんのかな、ひょっとして。自分の能力と同じようにしっかり強化しておくのよ。また作ったんですかそれ。確かにこのパネルね、パネルを首から下げてる、そしてこの手の持ち方、ここら辺が狙っていると言われざるを得ない。バカにする気、頑張って作ったのにインク使いすぎって上官に怒られちゃったのよかわいい。最初に泣いてた理由はそれか上官、私がベッドの中で慰めてあげます。お前みたいに滑舌の悪いやつは慰めてほしくない。取るに足らぬ工夫が、あ、取るに足らぬ足らぬは工夫が足らぬ。ああ間違った間違った、やばい、やっちゃった。ちょ待って待って、やっちゃった、間違った。シャワーシーン、俺のシャワーシーン、俺のシャワーシーン、俺のシャワーシーン間違って寝ちゃった。本当にベッドで寝ちゃった。なんかもうわからん。まあ、ちょっと、本当はさっきの宿舎シーンで、シャワー浴びながら終わろうと思ったんですけど、若干、計算が狂ってしまいました。サブマシンガン兵ちゃんがね、なんかちょっと私にこうしたかのように、狂って、銃を乱射してますけど、これ、私の、怒りの銃の乱射だと思っていただいて結構です。はい、自分自身に対して許せない気持ちでいっぱいです。ということで、今回動画もいい時間になりましたので、この辺りで終わりたいと思います。締まらない感じですが、よろしければコメント、チャンネル登録、レスポンス等いただけると非常に嬉しいですので、次回ね、このサブマシンガン兵ちゃんに撃たれなければ、よろしければ見てください。それじゃあ、また次回お会いしましょう。バイバイ。